ただいまー。あ、っ <laughs>。どうしたの急に抱きついて。ん何しょんぼりしてんのてかまず、家に入らせて。玄関閉まってないし。ほら、中に入るよ。 ソファに座って。それで、なんで、そんな悲しい顔してんのうん。あ、<laughs> お酒買ってきてくれたんだ。ありがとう。それでうん。ああ。 はいはい。いつものことね。だって、いつものことじゃん。君が、年閣されるなんて、動眼で、背も私より、低いしさ。お馬鹿 <laughs> にしてないよ。可愛いってことだよ。もう、 いい加減なれな。ぼちディーブに考えなよ。いつまでも若くていいじゃんか。まあ、男の人って、大人っぽく、かっこよく見られたいのか。じゃあ、無理。だって、君は絶対に可愛いけなんだもん。動物に例えても、 犬って感じだし。犬は犬でも、ドーベルマンとかじゃなくて、チワワ。ダイブドールって感じ。ああ、ごめんね。追い打ちかけちゃったね。でも、そんな君が好きだよ。もういいじゃん。 私が過ぎて言ってんだからさ。君は私の前でその可愛さを振りまいてればいいの。誰に何を言われても気にすんなよ。ね。それに私は逆に年齢より大人に見られるし、ないものねだりなんだって。 そらそうよ。女の子はね、我が子に見られたいじゃん。いつまでも綺麗でいたいしさ。知ってる私の学生の時の、あだ名。ドーテンボルだよ。なんなら、略アクステッドおちゃんとか呼ばれてたんだよ。この悲しさが、君にわかるか おーい、何笑ってんだよ。さっきまで、ちんよぼりしたくせに、ね。この、この、<laughs> くすぐったいだろふふ。さ <laughs> んがふ <laughs> まだまだ、許して、あ、け、ない <laughs> く。くしょくしゃ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 。 <笑><笑>君はね、笑ってる方が可愛いんだから、泣くなら笑いながら泣きな。もう、うずらないほんとじゃあ仕方ないな。やめてあげるよ。<laughs> 幼さも、可愛いさも強みだから分かった、伊藤。ふふ。うん。<laughs> じゃあ、私、着替えてくるわ。それで、せっかく、嫌な思いして買ってきてくれたお酒もあるし、今日は、とことん飲むか。 ねえ、君さ、飲む前は、童顔が嫌だとか、可愛いのは嫌だとか、言ってたのにさ、今、完全に嫌がっちゃなんだけど。<laughs> 酔うと、甘えんぼになるのは、可愛いよ。<laughs> 可愛いいけど、まさか、外で飲むときに、そんな風になってないよね。あたしの前だけ <laughs> 君、そんな器用なことできるのう 何そんなに見つめて。心配なのって。<laughs> 当たり前じゃん。やっぱ、首輪とか、繋いだ方がいいかも。犬じゃないって言うけどさ、今の君は、 完全にじわわだからね。悪い大人の女に触れてもおかしくないんだからな。どうせ、楽な猫もできずに連れて帰れるんだ。そんで、監禁とかされて泣きながら助けてって言ってんのが想像できるわ。はぁ。 その時は、助けに来て、って。君、全然かっこよくなる気ないでしょ。はいはい、あるのね。わかったわかった。助ける助ける。君がどこに行こうとも、絶対、探し出してあげるから。 だって、君のご主人様は、あたしだもんねー。<laughs> もう、本当に、君は、そのままの君でいてください。<laughs> はいはい。今夜は、 どことん甘えていいですよ。<laughs> 本当に、可愛いいね、君は。大好きだよ。